ちらは KTWR グアム局からお届けしているフレンドスプラジオです。 7500kHz 41m バンド、送信出力 200kW で今夜の放送を始めます。そして無線愛好家の皆さん、こんばんは。これからの時間はグアムからの放送、 KTWR フレンドシップラジオです。のんびりとお過ごしください。担当は私、チャッキーと。日本の皆様こんばんは。4月も早半ばに差し掛かりますね。日曜の夜、この乗り合いバス的番組でしばし緊張をほぐしながら、明日からの英気を養っていただければ幸いです。番組担当の谷です。おかげさまで A21 シーズンに無事到着することができた当番組です、皆様のご声援、そしてアンケートへのご協力に心より感謝しております。チャッキーさん、はい、たまたまですね、キリスト教の暦が今年はシーズンの最初と2回目に重なりました関係で、 A21 最初の番組収録自体がですね、はい、本日の3回目からとなりました。でも、はい、受難週もイースターも、うん、キリスト教とキリスト信仰には非常に重要な意味がありますからね、うん、そうなんですよね。このシーズンもこれまでリスナー諸子と培ってきた様々な蓄積を生かしながら、当初からのコンセプトである日曜夜にまったりくつろぐに沿った形でご一緒に過ごしていければと願わされているものです。乗り合いバスもますます賑やかになってきましたから、楽しいバスの旅を続けたいものですね。そうですね。このシーズンもご聴取とご声援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。友達の声、今夜の友達の声のコーナーは、初めてのお便りをお寄せくださった14名の方をご紹介します。14名。谷さん、時間内に終われるかな、頑張りましょう。はい。そんなことで、ご紹介時の担当者からのコメント、今回はごめんなさい、極力省略させていただきます。まずは恒例の歓迎のご挨拶ご紹介しましょうね。それではせーの、 BCL ラジオ友達の番組にようこそ。着信順でのご紹介となります。最初の方はラジオネームみずさんです。 MIZ ですね、はい、みずさんです。2月14日番組へのご投稿です。そうだ、なんでしょう。みずさん、業務連絡です。突然ですがあのご投稿への返信と EQSL をお送りしたんですけれども、何度送ってもこちらに戻ってきております。らら、届いておりませんでしょう。おそらくスマホやタブレットからの送信だと推察するんですけれども、こちらからのメールが着信できるように設定を変更してください。以上、業務連絡部分でした、それで2月14日番組の受信状態ですけれども、受信機がヤエスVX-6、 アンテナがダイヤモンド SRH779 を使用されて、進歩評価で35111とのことでした。何十年ぶりに海外短波放送を聞いてみました。あの頃のできなかったことに再チャレンジですかね。仕事で必要な通信技師の受験で
アマチュア無線と BCL はカムバックで楽しいですとお寄せくださいました。はい、ラジオネーム水さん、どうもありがとうございました。そしてアナログ短波にお帰りなさい。お帰りなさい、どうもありがとうございました。カムバックハム&短波復活組のリスナーさんですね。水さん、繰り返しになりますが、なんとかこちらからの返信を送ることができるようにメールの設定よろしくお願いします。お願いします。この方はラジオネーム三平さんです。あら、どうもすいません、ラジオネームで遊んでしまってもちろん額に手当ててますよね。もちろんです、2月28日番組へのご投稿です。受信状態は受信機が ICOM IC の7300、アンテナがダイヤモンド HF40CL を使用されて、進歩評価で55555オール5とのことでした。三平さんも無線愛好家の方ですね。ホームページ送信フォームからのご投稿でしたが、ご紹介可能なお便り欄へのご記載はございませんでした。ラジオネーム三平さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。3人目の方です。この方はラジオネーム新浜725、新浜725さんです。2月28日番組のご投稿です。受信状態は受信機がICOM IC の705、アンテナがコメット HA750B を使用されて、進歩評価で54444とのことでした。 SNS で拡散された情報に基づき聴取し始めたこの番組、すっかり週末のルーチンになってしまいました。チョイスされる音楽に一喜一憂し最後に読まれる聖書の一文に考えさせられ、穏やかに週末を締めくくることができております。無線仲間が紹介されるのも大変喜ばしく、いつか自分もと思いお便りしました。これからも頑張っていただきたいですとお寄せくださいました。はい、ラジオネーム新浜725さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。無線の SNS に集われておられる皆さん、 SNS 経由で新しいリスナーさんお名乗り出てくださいました、どうもありがとうございます。余談ですけれども、チャッキーさん、はい、キリスト教的にはですね、日曜日が週の初めとなってるんですね。そうなんですよ、週末は土曜日までですよね。そうなんです、この頃日本で売ってる暦は月曜日始まりのね、はい、カレンダーが多いんですけれども、日曜日が週の初めなんですね。リスナー諸氏におかれましても、当番組に関してはですね、週の初めの日曜日夜の番組フレンドシップラジオという理解でよろしくお願いします、次の方です。この方は読み仮名付きでのご投稿です。ありがとうございます。ありがとうございます、この方はラジオネーム 7K1BIB さんです。無線家さんですね、2月28日番組のご投稿です。受信状態は受信機がICOM IC の 7300M。 今夜は ICOM さんでのご報告多いですね。多いですね、ロングワイヤーを使用されて、進歩評価で45334とのことでした。無線機のアップデートで BCL がやりやすくなり、ツイッターでフレンドシップラジオを勧められて初めて拝聴しました。高校時代 BCL にハマっていたことを懐かしく思い出しながら最後まで聞いてしまいましたと言ってくださいました、はい、ラジオネーム 7K1BIB さん、最後まで聞いてしまっていいんですよ、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。無線の SNS に集われておられる皆さん、 SNS 経由でまたまた新しいリスナーさんお名乗り出てくださいました、どうもありがとうございます。5人目の方です。この方も読み仮名付きでご投稿ですね、ありがとうございます。ラジオネーム愛媛ホテルマイク250さんです。2月28日番組へのご投稿です。受信状態は受信機が、おお、これも ICOM IC の 7300M。 今夜は本当に ICOM ユーザーさん多いですね。多いですね、別に示し合わせてるわけではないんでしょうけれどもね。アンテナが第一電波工業 HFV5
を使用されて進歩評価で54444とのことでした。ホームページ送信フォームからのご投稿でしたが、ご紹介可能なお便り欄へのご記載はございませんでした。なんでも愛媛ホテルマイク250さんは鎌ヶ里アルファアルファ793局さんのお知り合いだそうなんですね。無線愛好家さんの呼び出しの時にお聞きになられたようですね。ラジオネーム愛媛ホテルマイク250さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。次の方です。この方は JH7SGS さんです。フォネティックで参ります。はい、ジュリエットホテル7シアラーゴルフシアラーさんですね。2月28日番組のご投稿です。受信状態は受信機が自作4席再生式受信機、アンテナが3メーターハイ6メーターロングワイヤを使用されて、進歩評価で34433から44433とのことでした。60代のラジオおじさんです。60代のラジオおじさんです。はい、時間に余裕ができ電子工作を楽しんでいます。あり合わせの部品でラジオ基板を組み、ようやく受信機を仮組みしたところでした。昔のようにラジオの前でドキドキしながらつまみを動かし受信しました。ラジオリスナーの皆様のレポートが励みになりますとお寄せくださいました。はい、ラジオネーム JH7SGS さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。自作派の無線愛好家の方ですね。60代のラジオおじさん、いいですね。もそこは別に強調しなくてもいいでしょう。その後その自作機調整はうまくいったのでしょうか。確か再生式受信機はデブータマン515さんがですね、この番組の初めに和文のねモールスを打ってくださったデブータマン515さんが自作して使用されておられましたよね。お聞きの番組は日本語放送 KTWR フレンドシップラジオです。 7.50MHz 41メーターバンド、送信出力 200kW で、常夏の島アメリカ準州グアムからお届けしています。今夜は初めてのご報告をいただいた14名の方々を着信順でご紹介しております。7人目の方です。この方はラジオネーム春さんです。カタカナ2文字で春さんです。2月28日番組へのご投稿です。受信状態は受信機が SDR プレー車 RSP-DX、 アンテナが自作フラグ 17×1.2m 長 8m 高を使用されて、進歩評価で55444とのことでした。ホームページ送信フォームからのご投稿でしたが、ご紹介可能なお便り欄へのご記載はございませんでした。自作フラグアンテナってどんなアンテナなんでしょうね。ホームページのスライドショーなんかで公開できたらいいですよね。いいですね。ラジオネームハルさん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。この方は石川県金沢市の浅田睦彦さんです。2月28日番組へのご投稿です。受信状態は受信機がナショナルクーガー RF2200、 アンテナが3メーターの室内ワイヤーを使用されて、進歩評価で45454とのことでした。 RF の2200で 7.5MHz で待ち受けしているとザーッというノイズから番組が始まると無音声ですが、インジケーターの針がフルに触れアナウンスが始まる瞬間が好きですとお寄せくださいました。はい、石川県金沢市の浅田睦彦さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。サイン音のあの時のスッという音がいいということですね。浅田さんはどうやら以前から当番組ご聴取くださっておられたみたいですね。ロムロム BCL さんだったのですね。そうですね、大変ご心配をおかけしましたが、おかげさまお
もちましてこの A21 シーズンも走り出しております。ご安心ください。次の方です。この方は匿名希望さんです。匿名希望さんと言ってもですねたくさんおられるんですね。この匿名希望さんは3月7日番組に初めてのご投稿をくださった匿名希望さんです。受信状態は受信機がソニー ICF の5900スカイセンサー5900付属ロッドアンテナを使用されて進歩評価で45444とのことでした。中学2年生の頃からフレンドシップラジオを受信してきましたが、報告を送ろうと思い早2年が経ってしまいました。 BCL の方々が集まれる場所として毎放送を楽しく聴取させてもらっています。やはり直接の受信は面白いと感じています。周囲には短波を受信している友達などいないので、うん、ひっそりと小さな趣味として今回も聴取しています。かっこ笑いとお寄せくださいました。はい、匿名希望さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ということはこの匿名希望さんは、はい、今高校生リスナーということですね。素晴らしいですね。それも2年のロムロム BCL さんまあひっそりと小さな趣味いいじゃないですかねえ、いいじゃないですか。こんな時代に自分だけの世界を持つことができるなんて、将来の人生を生きていく上できっと役立つ経験だと思いますよ、おじさんは。はい、お名乗り出てくださったからには、うん、積極的に当番組にご投稿などでご参加くださいね。お待ちしております。10人目の方です。この方は横浜市の桑名博さんです。3月7日番組のご投稿です。受信状態は受信機がアイコム IC の746、アンテナが第一電波工業15メーターハイ MD の200、そして MDC730HX を使用されて進歩評価で55555オール5とのことでした。浜っ子ラジオ通信さんのご近所に住んでおり、彼の影響を受けて40数年ぶりに海外放送を受信しました。今はアマチュア無線をやっており、放送開始の少し前にグアムの局と交信、周波数を少し上げて KTWR の放送開始を待ち構えておりました。学生時代に熱中した BCL をいろいろと思い出しました。これからも毎週聴取しますとお寄せくださいました。はい、横浜市の桑名博さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。無線科の桑名さんは浜っ子ラジオ通信さんの影響で40数年ぶりにアナログ短波放送を受信されたということですね。浜っ子ラジオ通信さん、お聞きでいらっしゃいますでしょうか。場外の宣伝活動どうもありがとうございます。このように頭を下げております。どうもありがとうございました。ラジオの表記はですね、カタカナの地に打根、そしてカタカナ入力で WO のウォですね。浜っ子はひらがなです。浜っ子ラジオ通信さんですはい、その浜っ子ラジオ通信さんのご近所さんとのこと、はい、きっとロールコールに参加されているのでしょうね。かもしれませんね。次の方です。この方は千葉県香取市の根本博之さんです。3月7日番組へのご投稿です。受信状態は受信機が AOR AR7030、 自作ワイヤーアンテナを使用されて進歩評価で45444、とても良好でしたとのことでした。ホームページ送信フォームからのご投稿でしたが、ご紹介可能なお便り欄へのご記載はございませんでした。千葉県香取市の根本博之さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。12人目の方です。この方はフルできたなって感じですね頑張りますね、はい、JI3RLY、スラッシュですね、ポータブル K8RLY さん、ポネティックの方が分かりやすいですね。ジュリエットインディアトリーロメオリマヤンキーポータブル8キロリマヤンキーさんです。噛みそうやねほんまに3月7日番組へのご投稿ですね。受信状態は受信機がアイコム IC の7300、 アンテナが
これなんて読むんだろう、ラディックスって言うんですか、 RADIX ですね、ラディックス AW の M350 を使用されて、進歩評価で21時25分までは33333くらいで、その後は55555とのことでした。無線化さんですね、はい、3.11 の黙祷は他局と違い、他のリスナーと一緒に黙祷しているようでした。リスナーに寄り添っている、とってもいい番組ですね。これからもよろしくお願いいたしますとお寄せくださいました。はい、それでは、うん、私もフォネティックに挑戦します。はい、ジュリエットインディアツリーロメオリマヤンキーポータブル8キロリマヤンキーさん、どうもありがとうございました。見事です、どうもありがとうございました。早速アンテナラディックス AW の M350 検索させていただきました。長くていい感じですよね本当に全く谷さんなんだから、はい、次の方です。この方も無線化さんですね。 JE6WGM さん、フォニテックで参りましょう。はい、ジュリエットエコー6ウイスキーゴルフマイクさんです。3月14日番組へのご投稿です。受信状態は受信機がケンウッド TS680S、 アンテナが自作ロングワイヤーを使用されて、進歩評価で55555オール5とのことでした。毎週楽しく拝聴しています。ぜひ一度グアムのアマチュア無線事情など紹介してほしいですとお寄せくださいました。はい、それでは私もフォネティックで参ります。はい、ジュリエットエコー6ウイスキーゴルフマイクさん、どうもありがとうございました。お見事です、どうもありがとうございました。グアムのアマチュア無線事情ですかとのことですね。はい、先ほどの確かあの横浜市の桑名さんがグアムと更新されてましたね。はい、桑名さん、そして無線愛好家の皆さん、グアムの無線事情ご存知でしたらぜひよろしくお願いします。お待ちしております。はい、谷さんの得意の丸投げ出ましたね最後の方です。14人目のこの方はいろんな意味で初めて、いろんな意味ですごい方かもしれません。日本の最も南で、なおかつ最も西端のリスナーのご登場です。ってことは沖縄よりも南西ってことですね。そうなんです。この方は沖縄 YC228 さん、沖縄ヤンキーチャーリー228さんです。3月14日番組へのご投稿です。受信状態は受信機がトリオ、来た、トリオです。トリオ TS の520真空管式 SSB 無線機、アンテナが7メーター高20メーター長ウィンドムアンテナを使用されて、進歩評価で54433、フェージングは少しあるものの安定していますとのことでした。こんばんは、沖縄の石垣島から3月14日の初受信報告です。かっこ石垣島は早くも夏日、昼間は半袖でした、かっこ閉じ。市民ラジオ愛好家の方々のツイッターで、皆さんフレンドシップ始まるよーってそわそわしている様子が毎回伺えます。 KTWR フレンドシップってなんだろうって最近興味を持った次第です。 KTWR フレンドシップラジオホームページで番組放送の経緯についての諸事情を拝読いたしました。ありがとうございます。趣味で市民ラジオを楽しんでいます。 27MHz 0.5W の市民ラジオも同様に廃止に追い込まれた時期もありましたが、諸先輩方々が難関を乗り越え、その甲斐あって今では驚くほど盛り上がっています。 KTWR フレンドシップラジオのリスナーの思いも同様かと思います。日曜日の夜が待ち遠しい、そんなフレンドシップラジオ、ますますの発展をお祈りしています。かっこでもマニアックすぎ笑い、かっこ閉じとお寄せくださいました。はい、沖縄 YC228 さん、私もフォネティックで参ります。沖縄ヤンキーチャーリー228さん、
どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。 A21 シーズン最初の収録番組となりました。今夜の番組の締めにふさわしいご投稿内容でしたね。とても励まされました。ありがとうございます。市民無線の遠距離交信の世界ではかなり著名な方だとスペンサーさんから教えていただきました。石垣島、無線家の皆さん、 QSO にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。あ、そうですね、簡単に言いますよねでも、はい、これからちょうどイースポのシーズンとかで ね、 そうですね、沖縄方面の FM なんかも聞けるかな今年も、なんて楽しみにはしておりますけれども、無線家の方もね、遠距離通信これから楽しみになりますよね。本日ご紹介した14名の皆様、改めてどうもありがとうございました。続いてのご聴取、そしてご投稿、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あー、なんとか時間に収まったようですねチャキさん。はい、汗をかきましたが安堵しました。はい、そろそろ時間となりました。今夜の番組は受信確認対象番組ではありません。受信確認と EQSL の発行は実施いたしません。どうかお間違いのないようにお願いします。春はあけぼの、ようようたなびく山際、少し明かりて。まあとにかく春も暑い、グアムからお届けしました。 KTWR フレンドシップラジオ、私が聞いた谷がお届けしました。それでは日本の皆様、今週も上を向いて前を向いてご一緒に進みましょう。アディオス、ブエナスノチス。こちらはフレンドシップラジオです。